リン。カオリン。シャアはご挨拶。はいはい。カオリン。はいはい。撫でられるのにシャアってまだ。はいはい。遊びに行く時何だよ。まだタイミングがあるんだね。じゃあこっちおいで。これで遊ぼう。どうやらご飯がね気になるとか。ご飯の音にもう待ち構えてるもんね下で。昨日も夜もそうだ。で結構吸っちゃうと自分からね2階に上がったのね。キャリーだね。開けてるね。カオリちゃん、やっとね、ご飯が来てくれたのね。はい。ちゃん、ちょっと寝てみか、おちゃん。はい。悲しげな声なの？お腹すいたね。はい。はい、こっちで訴えに来た？おちゃんご飯。ご飯だよ。はい。はい、どうぞ。ご飯だよ。どうぞ。はい、行ってらっしゃい。ほら、すぐ来た。はい、自分で行くようになりました。アリコさん。あ、いい子だね、カオリン。あ、いい子、いい子。あ、いい子だね、カオちゃん。すごくいい子だよ。でも、3階にポンちゃんいるんだ。なんと、カオリンのベッドはポンちゃんの場所に変わりました。え、決めていい、カオちゃん。なんか二人来た。ご飯の最速が映っちゃいましたね。はい。カオちゃんね、ごめんね、あずちゃん。はい、あいで。あら、ジャン君に変わってる。さっきまでポンちゃんだったのに。おー、すごいすごい、はい、覚えたね、いい子だね。あー、利口さんやね。なんで、あずちゃんなのよ、カオちゃんお利口さん。いい子、いい子。まあ、外でも撫でられるからね。いい子だったね。じゃあ夜だから閉めましょうか。はい、でも出入り自由にしとく？お坊ちゃまが、ああ、そのうち出たがったら開ければいいよ。よいしょ。マジですか。あ、じゃあね、ジャン君。カオちゃんのあれだね、目に取ってあげないと。さっきちょっと取ったんだけど、また右目のところに持ち上げて。ジャン君、出たくなったら言ってね。ジャン君。あれあれ